言ってこういう生活反応の関係ですか。老人ホーム云々っていうそういう話があったのかどうか、それもちょっと私は分かりません。ただ始めてもらおうと思いますがよろしいでしょうか。よろしいですか。ただ、はい、ということをお願いします。現在警察消防にて火災現場にて原因を調査中です。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともにご遺族に哀悼の意を表します。助けてあげられなくてごめんなさい。防火体制の受け止めというか、はい、どのように考えていらっしゃったのかというのをお願いいたします。まあ、今までその面はあまり考えたことないんですよね。ただ基本的に、まあ、役所の許可をいただいて、まあ、運営していたわけですから、ね、そこそ皆様からおっしゃられたスプリンクラーの設置だとかそういったものに対してははっきり言ってもうこの段階では考えてはいませんでした。現状法的に許される範囲内でもってやっていたというのが実情ですね。